うございます。今日は大阪府富田林の金泰寺山に今から登りたいと思います。それでは行ってきます。今向こう側に見えてる山が多分金泰寺山かなと思うんですけど、実は今日ここ2回目でして、ついこの間来たんですけど、その時にちょっとね喧嘩になりまして、でちょっと帰ってきちゃって、なので今日は2回目です。改めて行き直そうかなと思って今日来てみました。でここ舗装路が登山口までは多分40分ほどかかったかなと思いますので、今からちょっと歩いて登山口まで向かいたいと思います。今日はまた秋っぱに、車を止めました。河内長野駅の近くにも、駐車場あるんですけど、今日止めたところは目の前に公園があってトイレ使えたんで、登山の準備にそこの方がいいな思ってトイレ助かるそこに止めました。そこを越えてまだまだ歩きます。なんかすごい綺麗に水仙が咲いてます。なんかこの間来た時もな、ここ咲いてたな、ここ咲いてて綺麗やなと思って、いや結構ここ水仙咲いてる。あ、いい匂いする。柏原の水仙郷も多分今ちょうど綺麗やろな。あ、水仙ってめちゃめちゃいい匂いするやん。うまやなあ。今左側に見えてきているのがこんぴら神社さんです。ここは帰りに寄りたいと思います。確かここの石碑とか出てきてな、ここ大きい石碑が見えてきたら右の方に曲がっていきます。今日歩いたコースは舗装路も含めて 5.6 キロでした。標高差は約277メートルです。金泰寺山の案内が出てきたらすぐにこういう山道に変わります。ここからやっと山道。2回目やからなそうやここはな、要整備イノシシよけの柵です。横に鈴もな、鈴もやし、この竹をこうポール代わりについていってくださいねっていうあれで、ここに鈴入れがあって、ここにイノシシよけの鈴をなんかお借りすることができるみたいです。こんな感じで音一緒か、うん、お閉めとこう。この金泰寺山は、楠木正成公が、昔お城を建ててた、ところです。で標高 296.4m の富田林では一番高い山で、眺望は素晴らしいって書いてて、本当にこの前来た時すごい綺麗な眺望でした。楽しみ、じゃあここの柵を開けていきます。こうか、横、いや、こうやな、そうです、で柵を開けて入ったらすぐにこの大門跡、これが出てきます。大門がここに、あ、仁王様があったが、現在は
天野山の金剛寺に祀られているって、あの天野街道のところの金剛寺に。あそこにあのイノシシの罠があります。でその手前にあの金泰寺さんこっちですよっていう案内が、ここ結構親切にずっとついてます。うん、よいしょ。嬉しい町内、 あれ嬉し町でいいの読み方、確かそうやったと思う。あほんま、うん、よいしょ。案内はしっかり、うん、してるな、うん。ここの山は竹が多いねんな。そうそう、なんか竹林にずっとなってて、ちょっとでも荒れてるとこあったけどな、うん、それでも竹林がすごいな、ここ。ここがちょっと広くなってて、で、あそこに、金泰寺跡が、ここがお寺やったんか。あ、せやせや、なんか書いてたな、うん、この付近に金泰寺のほか観音寺、うん、読まれへんわ、十棟の建物があった、うん、なんかやっぱ久しぶりに登ったら息切れるわ、すごい、うん、だいぶ毎回やけど体力がまた落ちてんやろな。そうやんか、私の案内が出てきて前回寄ってないので、今日帰りここちょっと見に行きたいと思います、うん、えらうっそうとしてんな。そうやね、ちょっとうっそうとしてんねん な竹がえらい、うん、もうこれは帰りに、うん、今は山頂行く、うん、めっちゃ息切れしてる、暑い、暑いな、うん。頂上まで15分の案内が出てきました。ここで半分来たっていうことやな。距離は短い、もう本当にずっと竹林の中を歩いてる感じの山道です、うん、竹がすごい多い、うん、なんか間から光が入って綺麗な、うん、クスノキ軍兵シャート、クスノキ軍兵シャート、ここで兵士たちの見張りの待機場所だったみたいです。3カ所あった、見張っててんや、うん、明るなった。まあまあ斜面がきついから、ああしんどい、ああやばい、運動不足やなこれ。あ、展望あるとこ来てきた。あ、せやせや、展望ある。せやん、ここ綺麗かった。ここ中間展望台っていうところに来ました。前回もここ登って、うわ綺麗な景色が、うん、ここ、こんなベンチもあるし綺麗な、ここはな。
桜公園と金泰寺山の分岐が出てきました。桜公園の方ちょっと行きます。よいしょ。まあ、なんか広場がちょっとある感じで、うん、ね、春やな、やっぱり。そうやな。で、金泰寺山はこの上って書いてるんですけど、ちょっと正面におトイレっていう、あの仮設プレハブのおトイレがあるから、うん、ちょっと、うん、見てみよう。だから、あのカバーがかかってるから、多分あのカバーを取って、うん、ほんで、来ました、来ました、山頂です。綺麗な、ここな、ここな、広くてええわ。ここ三角点あります。で、ベンチもいっぱいあるし、うん、まあ、お城の跡という感じやな、ここな。ここに金泰寺山、金泰寺山296.4メートルです。めっちゃ綺麗な。で、ここからは関西国際空港、ここに見えてるわ、うん、あっこと遠くに淡路島、六甲山があっちの方に見えてるはずなんですけど、今日はちょっと霞んでるので映ってないです。で、確かな、あっちの方に甲の山が見えてると思うんやけど、ちょっと違うんちゃう、こっちちゃうんちゃう、霞んで見えてるわ。どこ、あ、これな、ちょっと霞んでここはもう景色は360度の結構あの大展望です。ただ今日はなんかちょっとお天気はいいんですけど、あの白く霞んでるんで、あんまり、このな、こっから金剛山と桂木山、ドーンって、うん、ここにな、うん、うん、金剛山と桂木山が大きく見えてます。水墨画みたいになってるけど、でも綺麗な、うん、ほんまや。で、向こう側には TL の塔が大きく見えてます。 PL の塔、うん、PL の塔が見えるな。そしたら休憩します。今日のポテトチップスはこのカルビー、これ後楽園かな、ポテトチップス中華そば、これはコラボしてるかな、昭和29年に創業してる老舗のお店みたいです。開けます。そう、伝統の一杯をポテトチップスに使えてます。開けないで、あー、開いた、開いた、開いた、あ、いい匂いしてるやんか、こんな感じです。映ってんのかな、うん、映ってる。じゃ、いただきます。あ、めっちゃラーメンの味する。うん、まあでもめっちゃラーメンの味します。え、うん、美味しいな、美味しい、ラーメンの味します、うん、醤油、うん、うん、なんか昔ながらの中華そばの味がちゃんとしてます。このこの味やな、だから、うん、再現されてる、すごい美味しい。で、今日はこの塩ラーメンにこのセミ餃子、これよくスーパーで売ってるなんか80円ぐらいのセミ餃子を入れて作りたいと思います。ラーメン入れます。よっ、ボロボロボロ、よいしょ、餃子入れます。よし、美味しいんかなこれ。3、4、5つ、うん、で、あとの5つは焼き餃子にします。今から食べてる時にな、こっちでまた焼き餃子して、粉入れます。うわ、いい匂いする。ごま油入れます。やったん、美味しそう。ちょっともう切りごまも入れます。いい匂いすんな。もうできたんちゃう。そうやな、ほら、もう止めてもええか。うん、止めよう止めよう。餃子塩ラーメンです。熱そうやなこれ、うん、ちょっとで、あ、入れすぎた、やばい、これ両面焼かなあかんかもしれない。まだ温まってないで、え、でいけんねん、ほらもうジュージュー言うてるやん、うん、
ち食べてみたいと思います。いただきます。おいしい。餃子がなかなかね焼けないんですよね。なんかな、塩ラーメンやねんけど、もう餃子の味しかせえへんわ。麺が切れへんな。どう？おいしい。おいしい？うん、ちょっといい色になってきました。あ、焦げた。あ、焦げた。真っ黒や。真っ黒なった。ちょっと蓋がないんで両面焼きます。ちょっと真っ黒系なんだこれ。何これ。ちょっと強いんかな。じゃあこの焦げついた餃子食べます。ここにね、めっちゃ焦げついたれ、うん、入れてます。ああ、うん、いけるいける。火通ってんのかな。じゃあやろう。水も使ってないもんな、うん、今日。そう、熱そうやな。中まで火通ってる。うん、熱い。うん、なんだろう。あ、おめえは。そしたら休憩も終わったので、今から下山したいと思います。あ、これやこれや。ここに馬回しって書いてる案内板があるんですけど、おう、行き行かれへんな。来ました来ました、ここです。でもこれなんかこれより上は山が険しく、北条軍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 は馬で登ることができずに馬を回して帰ったところと言われているって書いてるので、ああ、うん、ここが、あ、ここ馬が引き返すところ、うん、そういうことやな、っていうことやねんな、うん、昔で、うん、登られんかってんや、険しくて、馬が、馬が、はあ、はあ、うん、え、戻る？戻らなきゃないじゃあ戻ります。嘘、戻ってきました。特に何もなかった感じ。そやな、うん、まあだからみんな行かへんからちょっと荒れてもうてんやわ。うん、うん、今ね、ちょっと立ち止まって、あそこ穴開いてるからなんかぬたぬたやし何かなって思ったら、上から今降りてこられた方が、ここイノシシが水を飲んだりしてるんですよって。あ、体洗ったり、体洗ったりぬた場、うん、ぬた場、イノシシので、朝のもう本当に早朝に来るとこっからイノシシがスーってこう逃げていったりとかするみたいで、うん、で、ここともう一箇所この反対側にここもね、ぬたぬたしてるもんな、確かに。うん、ここここほんまや。ここもイノシシのお風呂場。お風呂やな。お風呂場だそうです。なんか光当たってすごい綺麗。竹が、うん、竹が、竹が輝いてるわ。山道が終わります。ここからはまた舗装路をずっと40分ぐらい歩いて帰りたいと思います。あ、でも帰りあそこ寄る、コンピラ神社、コンピラ神社、うん、あ、おーおーお疲れ様です。よかったらみかん持って帰ってください。もうちょっと出来損ないの、はい、あ、ここの方やったんですね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。みかんいただきます。やったー、うん、やったー、やったー、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。やったー。コンピラ神社さん到着しました。で、ここでお参りをして帰りたいと思います。さすがにみかん直すみかんずっと持ってたやん。まあちょっと
うん。様がいらっしゃるので、うんうん、こちらもちょっとお参りしたいと思います。お稲荷さん、お稲荷さん、お稲荷さん、で、お稲荷さんのお隣が今度白蛇さんが、なんか白蛇さんの神社さんがあります。中に白蛇が、うんうん、なんか竜みたいやけどな。そうそうそう、全部全部に中に白い、あの竜みたいな、うん、そやわ、竜、竜みたいで、うん、あ、竜、うん、でも蛇かもしれんな。でも白い竜ってすごい縁起良さそう、うん、じゃあ駐車場まで帰っていきます。はい、11時8分です。今日駐車したところに戻ってきました。この前に公園があってトイレあるんで、まあ、便利やった。やっぱり40分ぐらいかかりました。舗装路が遠かったな。遠かった、うん、はい、ゴールです。今日お邪魔したのは金泰寺さん。登山道には案内もしっかりあるから助かるし、途中の展望も山頂からの展望もめっちゃ綺麗で、ベンチもいっぱいあるから楽しかったわ。焦げた餃子も美味しかったで。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。